はい、またね。よしと、今からですね、ライブ直後の北山くんに突撃してみたいと思います。どういう気持ちだったのか。見てました。何枚？すげえ。3枚。はい。3枚。3枚。これ仕込んでない。いい。仕込んでるんだよ。何ですか？これ。え？はい、一応。はい。北山ちゃん、ボタンボディ。近く通ったら出そうかなと思ってたんです。全然気づかなかったわ。かっこよかったです。初めて見た。初めて見ました。何を？コンサート？はい。いや、じゃあこう、なんていうんですかね。北山さんは、ちょっと緊張してました。いや、北山さんって ふわふわこの喋ってる方だなと思ってたんで、なんか歌って踊れるんだっていう、いい意味で。いや、ベースじゃん、それベースなのよ。こっちベースで、ちょっとすごい感動しました。どうした？はい、分かんなかったですか、僕ら。え、分かんなかったですか。分からない、分かんないよ。あ、そうですか。残念ですね。すげえ今日も激しやがってんで。あ、ありがとうございます。プライベートもそんな感じ。気合い入れるときは、気合い入れるときは、はい、固めんだ。今日外でそのめちゃくちゃなんか写真撮ってくださいって言ったらしいですよ。写真撮ってください。なんでちょっと自分タレント化してんの。タレント化はしてないですけど、一応ファンの方が結構言われた。言われてたの。結構写真撮ってくださいっつって、はい、ちょっと動けなくなっちゃいました。まんざらじゃないから。いや、動けなくなっちゃったの。ちょっと、はい、なんか、まあ、え、列がちょっとできてしまう。本当に、はい、いや、いや、やってないです。やってないです。ボタンもやってますね。やってません。はい、味しみた感じあるわ、ボタン。いや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 、いかがでしたか。え、やってました、初めて。いかがでしたか。いやいや、本当に、はい、僕はあの緊張してるんじゃないかなと思ってすごい心配してました。北山くんの素の部分でしか見たことないんで、彼が歌って踊れるのかなっていう不安です。いつも僕が近くにいるので緊張してないかなと思って。外で写真撮ってもらったらなんかそんな変わる。いやいやいや、本当にライブ中大丈夫かな、大丈夫かなってずっと言ってました。やっぱそのライブじゃないじゃん。緊張はされました。あ、しなかったかな。もうじゃ楽しみでしかなかったという、うん。バイクが心配だった。ああ、動くかどうか。うん、違う、あれ、はい、動くかどうかじゃない。よかったです。じゃあ緊張してなかったということで、楽しみにしてた。え、心配してたってね。でかっこよかったですし、あいかっこよかったですし、心配もしてたんですけど、よかったです。それなんだから、そんな北山さんにちょっと渡したいものがあるんですよ。びっくりした。ちょっとこれを北山さんに今日渡したくて来ました。お、やっぱそういうもんなんで。キャプチュール。すっげーベタベタしてないな。このお前これでパスタ食った。それで食べないです。それで食べないです。待って、見て。YouTube から見てる。わかりますか、何か。あ、初めてお目にかかるかも、そしたら俺。うわ、初めてのチャンネル登録者覚えていますか。100人目は、1000人目はどうでしょうか。おそらく覚えているでしょう。そして10万人目のチャンネル登録も記録に残り間違いありません。来てる YouTube。
名前ついてるじゃん。うわ、嬉しい。期待のチャンネル10万人突破です。立てだ。初めて見た。うわ、ありがとう。なんすかそれ。ちょっと落とさないでください。うわー、よし、やっちゃう。いや、やめる。あ、やばいやばい。名前書いてあるの嬉しいね。こういう気持ちなんだ。そうですね。一応10万人突破して、うん、今13万5千人なので、あと8万7千人8万7千人80万7千人あれ違う、今いくつだっけ。13万5千です。13万5千、はい、だから、はい、あと80、はい、何、え、合ってる、はい、86.5 万人。全然違います。やめてよ、なんか。はい、フォーバッシン、ちょっとこの盾が届いたので渡したくて来ました。ドームまで、はい、もうちょうど今日がその日だっただけなので。あれこれ渡すついでにドーム見たそうです、そうです絶対嘘じゃん、あんなうちわまで作っといて、はい、すいません、はい上ずってんね今日。はい、ちょっと今日は、いや、もう晴れ舞台なので。違うでしょ、写真撮ってくださいって言われたから。いや、それはちょっとなんか、あ、俺もこういうことあるんだなって言って、そうだ、ちょっと、あ、次からサングラスかかけたら。確かにそうっすね。そんな北山さんにちょっと渡したいものが、まだ、あの、今日1日目でしたよね。初日で。どうでしたか。どうだった。はい、いや、楽しいんだよ。緊張もなく、疲労も。いや、まあ明日もあるね。ありますよね、疲労回復のためのこれ。これ、はい、冷た。何これ、疲労回復団子からみたいな、団子うまく書いてある。蜂蜜レモン。はい懐かしい。ハーフタイムとかに、ハーフタイムの時とかにね、はい、何これ食うの俺が。あの、疲労回復用で明日も頑張っていただきたいので。誰が作ったの。私、お団子。私です、お団子です。マジかよ、こんなことできんの。こんな薄切りにできんの、お団子。はい、できました。意外なんだけど、わ、懐かしい。皮まで食うんだっけ。そうです、全部蜂蜜の匂いがしてます。ごめんなも入ってないの。大丈夫です、大丈夫です。うわ、懐かしい。皮苦い。そう、その、あれ、苦さと甘さと。これってさ、本当に皮まで行くんだっけ。多分なんかこうやって、あ、食ったっけ。いや、食べます、食べます。どうですか、味は。苦い。いや、まあ、美味しいか、美味しいっていう識別ではあると思うんだよね。美味しいライン。だって蜂蜜とレモンだから。皮食ったっけ？多分。曖昧だよ。いやいやいや。なんならさ、皮とかさ、カットしてなかった？なんか皮。いやいやいや。いや、多分だからこう皮苦い。苦さと甘さと酸っぱさと甘さ。これ甘さもいかんじゃないということです。まあまあ、ありがとう、作ってくれたんだ、はい、もしあれだったら他のメンバーの方にも。ケン君、これケン君食うの。ケン君にも渡していただいて。みんなそんな部活なんか、そんなナンバーじゃないって。ナンバーアイさんにも。みんな丁寧に育ってるな。そうですか。一応そう、いつでも出せるようにしておきますんで。じゃあこれケータリング置いといてみるわ。あ、明日も全然いけるので。明日も明後日もケータリング置いといてください。はい、置いといてください。真っ黒なケータリング。真っ黒。本当にケータリング真っ黒。真っ黒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 。なんか壁とか全部黒。いや、壁も黒かったです。いや、マジで本来こういう白だよ。なんか 2B のケータリング真っ黒なの。そうですよね。あのね、机とかも確か黒、椅子とかも。へえ。全部黒。壁いや、
やってますね。いや、俺書くんだよ。やってんの。やってますね。そうなんですね。ちょっとね、演出入れてんだよね。もうちょうどケータリングで打ち合わせしてるから何持ってんの。そうなんですね。台本かよ。一応あんのかよ。そうなんですね。捨てたんじゃん。聞いてねえじゃん。このパターン。そうなんですね。聞いてねえな、これ。やっぱあれですか、木山さんは見つけた進行見つけた初めて一人で立ってみて嬉しいさはあったんですか。嬉しいさ、はい、この今トゥービーライブ直後の気持ちとして嬉しさね。嬉しさもあるよね。だってね、だってまだ半年1年経ってないもん。新曲も披露して、うん、え今日何時に起きました。話飛ぶね。何時だっけな。え、でも10時ぐらい。起きて、あ、今日ライブだっていう形ですか。いや、あの、起きて、はい、アラーム鳴る前に起きたのかな。あ、9時かけて。で、起きて、あの、うわ、寝坊した。いつもあのドラマ撮ってたからさ。ああ昨日この期間だけこっち。あ、めちゃくちゃ忙しい。終わったらドラマ、ドラマの時朝5時とかさ、6時とかやってる。ちょっと寝坊したの10時。あ、ライブだ。なんかさ、噂によるとさ、はい、なんか三宅君の YouTube 撮るらしい。 YouTube 配信する。はいはいはい、うん、はい、ちょっとえちょっと行こう。行っていいですか。分かんない分かんない分かんないのに、はい、僕はついてきます。いやいや、ちょっと交渉して。あ、僕ですか。交渉して。あ、こんばんは。もう今ちょっと北ジャンブルで今やってるの。あ、君もこの配信後に。やっぱ配信っていうか配信でライブ後に。はい、北ジャンブルが来たよ。